その行く途中の楽しみの一つが今から走る道ですね。で、以前ですね、宮城というところで働いていたんですけれども、まあ、そこで、そこの職場に行くときも毎日通っていた道なんですが、ちょっと路面は荒いんですけれども、こう90度コーナーが連続してあって結構楽しい道なんですよね。なので、まあ、そのままこう、恵比線って言って、ずっとまっすぐな道を通るというのも一つありなんですけれども、まあ、運転が好きなので、せっかくなので、こう、楽しい道を走りながら通勤した方が、こう、まあ、通勤時間がドライブって考えると、こう、仕事だけで一日を終えずに済みますもんね。なので、職場へ行くまでの道のりを楽しむということで、こう、仕事だけで一日を終わらせないということが、僕の中には大事な一つの、こう、テーマとしてありますので、なるべく、こう、楽しい道だったりだとか、あとは、綺麗な写真が撮れる場所だったりだとかを探しながら、通勤することが多いので、少し、こう、余裕を持って、家を出ることが多いですね。まあ、この道に関しては、遠回りではありませんので、むしろ信号がないので、こっちの方が早いかもしれないですね。ということで、今から90度コーナーを、ね、連続で走っていきます。ですね、社員として初めて出勤なんですけども、ちょうど桜が満開なので、まあ転職を祝ってくれてるのかなっていう気もするのでね、まあ、ちょっと気持ちがこういったこう自然を見る余裕があるっていう時点で、少し気持ちが軽くなりますよね。春はこうどうしても出会いと別れの季節ですけれども、こうやってこう自然がね、こうそれをこう祝福してくれるとやっぱりちょっと嬉しいなと思います。ということで、連続90度コーナーを走りながら出勤していました、勝谷の孫でした。ありがとうございます。失礼します。